こんにちは。ここは福島県いわき市いわき駅です。もう最終の列車はすべて出ていきまして、今日はエスカレーターももう止まってるのかな。でもこっちで着く列車はまだあるかな、そんな感じです。今日は、いわきの街を特別紹介するわけではないんですけれども、ここにある大きなホテルの中の一つ、ホテルルートインいわき駅前だったと思いますが、そこに泊まる予定でおります。ちなみにすごい気になったんですが、なんかどっかで見たようなホテルの看板があるんですよね。ホテル浪江東横院じゃないのか。本物の東横院もあったんですけど、やっぱりそっくりだな、どう見ても。同じ、ああいうギャグも面白いもんです。このいわき市には、ルートイン、東横院、それから、おそらく一番、デラックスというか、格の高いメジャーなホテルは、おそらくワシントンホテルだと思うんですが、今日はね、本当はいわきのワシントンホテルに泊まろうと思ったんですけど、もう満室でした。ただの1月の平日なんですけどね、満室。結構出張の需要が多いみたいです。これ合併によるものでもあるんですけど、いわき市の人口は本当に大きくて30万人もいますんでね、出張の需要もあるのも納得です。で、着きました。ホテルルートイン、人工温泉と書いてありますね。止まってる車のナンバーを見るとね、水戸ナンバーが目立つんですけど、なんか日立製作所の関連会社とか日立製作所の出張が多いのかな。あとはなんか産業用の車もあるんで、福島第一原発関連の出張もあるのかもしれないですね。ちなみにここもですね、本日私が最後の一部屋シングルルームを予約しました。ところがそれがちょうど電話予約と勝ち合ったらしくて、後でお詫びの連絡が来てですね、すみません、もうシングルの、禁煙が最後電話予約と勝ち合ってしまって、私インターネットから予約したんですけどね、インターネット予約の方が、間に合わなかったんですよね。申し訳ないんですが、ツインの喫煙をご用意したんですが、こちらいかがですかみたいな、すごい申し訳なさそうな電話かかってきまして、私はあんまり部屋がね、喫煙ルームでも構いません、じゃあ喫煙室でお願いします、次の部屋にしてもらうことになっております。すごいですよね、10階建てなんですよ。10階建てでもうほとんど埋まってしまうっていうのは大したもんですね。14階大浴場のご案内、ルートインの名物ですね、大浴場が。で、本日の私の部屋なんですが、トップナンバー1001、よいしょと。最近あんまり宿泊旅行とかしなかったしね、泊まっても温泉旅館とかだったんで、これビジネスホテルってなんか新鮮ですね。あれ普通のシングルルームだし、喫煙じゃないな。なんか全然いいんですけど、さっき私が言った話とは違いましたね。多分誰かキャンセルしたのかな。それで空いた部屋に私が当てがわれたのかな。シングルは満室だって聞いてましたんで、しかもシングルも禁煙だ。部屋を改装した時期とか喫煙でもいいみたいなこと言いましたけど、喫煙の部屋で寝るとね、なんかこう喉が朝起きた時に痛くなってることがあるんで、助かるな。そしてこれはベッドはなんか随分横長の、これダブルベッドですよね。そうでしょ。部屋がシングルかダブルかは部屋の置いてあるものとか見れば分かるんですけど、寝巻きは1個しかないな。スリッパも1個しかないな。当然歯ブラシとかの類も1セットしかないんで、これはあれなのかな、シングルの部屋ということなのかな。っていうか、これが枕が1個しかないんで、完全にここシングルルームでさ、シングルの角部屋のトップナンバーの部屋で、なかなかいいですね。もしもダブルの部屋を1人です、そういうことで結構あるじゃないですか、ダブルルームを1人ですから、そういう場合1人で予約してもやっぱりダブルだと枕はちゃんと2つあるし、浴衣とかも大体の場合2つ置いてあるんですけど、もう完全にそうだな。もうこの話ずっと続けるのもバカバカしいんですけど、こちらのお部屋は禁煙室でございます、書いてあるからね、ラッキー。結構分かりやすくていいんですよ。部屋に入ると Wi-Fi のパスワードとか書いた紙があってね。で、こんなん別に大したことないだろうと思うんですが、なんでか知らないんだけど、ビジネスホテル行って Wi-Fi のパスワードがなんかどこ見てもないみたいな結構あるんですよ。で、しょうがないから、こういうやつをこう取り出してですね、でどっかになんかこう Wi-Fi のパスワードとか書いてないかなとか言って、こうやってこう頑張って見るわけですね。ないなとか言って、しょうがない、分かんないから、これで電話して、すいません、Wi-Fi のパスワードなんすかとか言って、それで、どこどこに書いてあるんですか、そんなとこに書いてあるのか分かんないよとかね。だから、このホテルってチェックアウト何時なのかなと思って、それ見ても全然書いてなくてですね、チェックアウト何時か分かんねえよってなって、しょうがないからまたね、ここにご案内書いてあったんで、ここにチェックアウトの時間も書いてありましたけど、なんだか分かんないやつ、もうすいません、チェックアウト何時でしょうかっていうのよくあるんですが、ここはね、割合分かりやすい。もうチェックアウトが何時とか、ここには
貼ったりとかはしてませんけどね。でも、1階のチェックインのところにね、チェックアウト何時でも、受付のところがね、分かるように書いてありましたんで、結構そういう問い合わせって私普段ホテルに対してね、すること多いんですよ、電話を使って。だから普通に掲示しといてくれればね、分かりやすいのになと思うんですけど、このベッドなかなかいいな。爽やか、清らかですね。で、その分かりやすい、いらっしゃいませペーパーを見てるわけですが、大浴場があるんですよね、ここは。さっきも言いました、夜の2時一旦閉まって多分掃除するんだろうと思いますが、人工温泉と言っていたから天然の温泉が出るわけではなさそうです。まあ多分同じような成分になるように何か入れてるんでしょう。朝食は1階レストランにて6時30分から9時でございます。9時で終わっちゃうんでちょっと気をつけなきゃいけませんけど、さっきなんかね、あれ朝食、あとこれね、こんなんありました。まあ、今回朝食付きプランを予約したのかで、そういうことはなくて、別に朝食があってもなくてもどうでもよく、朝食なしでも構わなかったんですが、このルートインは全ての客室が朝食無料サービスということになっています。だから誰でもタダで朝食が食べられる、おおと思う方もおられると思うんですが、まあ、これはね、物は言いようでして、朝食サービスが誰にでも無料だと、いうことで、お客さんがね、まず朝食を、あ、これ無料だから、まあ、ただならしょうがないで、その朝食があまり品数的に充実していなかったとしても、納得するということもあるかもしれないし、まあ、それからもう、これはいろんな人が気づいていると思うんですけど、朝食が無料というよりは、多分、まあ、実際にはその朝食を出すものは、まあ、料金の中に含まれていると、考えた方がいいですよね。だから朝食が全員に無料なのか、朝食付きプランしか設定がないのか、まあ、それはね、捉え方次第ということです。ちなみに今回の宿泊料金ですが、7500円でした。これはね、ちょっと高いかなと思いますけど、でも、それはいわき市内の他のホテルの値段と比べるとそうってことですね。4000円台で泊まれるホテルいっぱいあるんですよ。それに対して、ただ、新しくこういう綺麗な、近代的なそれなりの質が担保されているホテルとして考えると、このルートインはね、ワシントンホテルよりはちょっと落ちるかなという気はするんですけど、サービス面などで、ただその分値段もそれに見合うように落ちてるんで、バッチリ納得できる、コストとしてはですね、すごい安いわけではないけれど、ちゃんと払ったものに見合っただけの対価がある、質のいいホテルだということを言っておきます。これはまあいろんなところでもそうですね。ですね、もう午前1時になっちゃったんですけど、ちょっとこれからお出かけで、服も着替えましたよ。深夜2時までタオルは、お部屋のタオルをお持ちください。持ってます。で、女性の方だけ暗証番号式ということでした。ちなみに部屋の Wi-Fi の話もしたいんですけど、なんかこう暗証番号とかネットワークのやつなんか2つあるんですが、その2つあるうちのね、なんかこの片方はめっちゃもう超がつくほどスピードが遅くて、もう1個はもう超高速でしたね。最初1個目使っててなんだこの遅いの、もうダメだこんなのと思ってたんですけど、2個目を使ったらもう超速くてね、最高でしたよ。家の Wi-Fi より速かった。ラジオも人工音声、あ、誰か入ってんな、多分男性だろうから静かに行かないとな。あとなんかこんな無料っぽいマッサージチェアとかね、あそこの足をなんか入れるやつとか、あ、お金取るみたいだな、無料じゃないな、なんかこう書いてありますね、100円かとか、あとコインランドリーなど、まあいろいろ揃っています。飲み物は無料サービスみたいなのはないみたいですね。じゃあすいません、まずは、ね、寝ようと思うんですけど、いやこれ、この布団のね、すべすべ手触り、これがいいな。少し手触りが良くても中に入っておかないと、よいしょ、風邪ひくかもしれませんけどね。ベッドにコンセントはないみたいですけど、あれ電気消せるよね。ああ、あれは、うわ、めんどくさ。はい、はい、起きて消しましょう。はい、おやすみ。これも、こうかな、こっちは。なんか変な非常ボタンとかあったら嫌ですけどね。入り口と、消灯、よし。おやすみなさい。すみません、ちょっと朝食について伺いたいんですが、はい、今から行って、いただくということもできるんですか？そうですか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、失礼いたします。
今ですね、翌朝の8時53分なんですけど、朝食が9時までとなっておりまして、あと7分です。で、今から食べられるのかなって、まあ、電話して聞いてみたんですけど、まあ、大体の場合大丈夫なんですね。9時までに入って、物を取ってくれば大丈夫ということでした。非常にバイキング形式。朝になって外を見ますと、まあ、こんな感じ。ライバルの東横インとかですね、奥にあるワシントンホテルとか、他にもこの辺にはホテルがいっぱいあります。手前の、ここもなんかホテルっぽいけどな、これもね、多分そうだと思うんですけど、たくさんありますよ。向こうが JR 岩木駅です。で、裏にあの、お城みたいなやつがありますけど、これはね、うん、これは何なんだろう。もともとここに平城っていうのがあったんですが、なんか一晩でお城ができたとか、なんかそんな話ですね。だからそれを再現してるんだ。下には結構古そうな、こんな石造りの蔵がありますね。ここ結構道民院に似ててね、この格好で、外へ出歩いてね、まあ、この外まで行ったら寒いと思いますけど、そんで朝食もこの格好で食べていいって言うんですよ。エレベーターが来ました。絶対誰かと相乗りだな。ちょっと恥ずかしいけどね。昨日の夕飯がね、すき焼きとかで、しかもすごいいっぱい肉を大量に食べたもんで、ちょっと胃が疲れてますから、今日はこういうものを食べて休ませようと思います。もっとも生野菜っていうのは確かこれは消化があんまり良くないんじゃなかったかな。だから食べるのに適切かどうかちょっと分かんないですけどね。うん、ゼリーも意外と美味しいな。よし、食べ終わりました、うん、全然ね、この格好で行ってる人はやっぱね、誰もいませんでしたけど、受付でちゃんと来ましたよ。これ行っていいんですよねって、ニヤニヤしてね、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、結構感じよく対応していただきました。じゃあ、チェックアウト10時ですからね、多分あと1時間ぐらいあるけど、この格好で食堂はちょっと寒かったですね。暖房を使って今から温めようと思いますが、まあ、こういう普通の家庭用エアコンがあるんでね、出かけるときは、あ、でも大丈夫だな、多分。これね、これコンセントで今充電してるわけですけど、そこにこう差し込むところあるじゃないですか。で、これ差し込んでる間は全部電気は普通に供給されるんですが、これが引っこ抜けてるとこういうコンセントがこういうのまで全部電気が止まる仕様のようなんで、まあ消し忘れってことは多分ないでしょうね。よいしょ、よいよいよい。なんで、時間になりましたのでチェックアウトなんですけども、まあ、ルートインホテルっていうのは東横インのなんか上位互換みたいな、私の中ではそんなイメージですね。朝食無料とかね、あとなんかベッドがちょっと固めなんですが、ちょっと固めのベッド、それも東横インっぽいし、でも部屋は東横インより広いのと、あとなんか作りがね、それよりもしっかりしてる気がする。で、値段も東横インより少々高い気がします。全国に314店舗今あるそうですね。そしてまた次々ホテルを拡大しているところ、いろんなところで見るし、宿泊の選択として、まあ、よくおそらく旅行中に、上がってくるところだと思います。ご参考になれば幸いです。ありがとうございました。